ポメラニアン山田のオールナイト日本デレッティンティッティリリンティッティリンティッティリリンティッティ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 、はい、どうも始まりました。今月はですね、今週はですね、ごめんなさい、スペシャルウィークということで、ゲストをね、お迎えしております。ゲストの方はですね、ヨークシャテリアかなこさんです。はい、どうも、ヨークシャテリアかなこでございます。マイブームはですね、最近ね、ミニカーの匂いを嗅いでいます。はい、よろしく、メカドッグワンワンということでね、始まりました。はい、ました。ホットミルファンクラブの、2020年3月の更新が来たので、まあ、雑談混じりで見ていきたいと思います。今月は盛りだくさんかなと思われますね。はい、アソートとしては C プラス D の、ね、ミックスアソートのようでございます。はい、冒頭ね、ラジオ風鈴にしてみたので、まあ、ラジオとしてね、聞き流してくれてもいいかなと思って、このような形にしてみました。はい、それではですね、早速ベーシック化の方見ていきたいと思います。ベーシック化の方は今月は、第1土曜日は7日ですね、3月の7日に発売になるかと思うベーシック化をね、見てまいりたいと思います。上の段からね、これ来たあれ、なんか画質が良くなったな。なんかスマホでね、いつも見てたら画質良くなかったんですけど、今日は画質がいい感じがします。画質変えてくれたかな。まあでもまだまだいまいちですけどね。はい、HW レースデーからボルボ850エステートになります。これはめっちゃ欲しいけど、まあ変えないだろうな。まあ朝早くから並ばないと多分無理なんだろう、無理だと思うんですよね。で、まあボルボ850、まあボルボ私大好きなんですけども、まあこのボルボ850は FF ね、 FF のボルボなので、まあコアなね、ボルボユーザーというかね、ファンの方はやっぱ FR ボルド、ボルボを好むので、まあ850はどうかなっていうとこなんですけど、まあ確かね、850は、資本がね、アメリカに移ってからの、ボルボ社のお車なので、ちょっとね、アメ車チックなところがあるお車ですよね、850は。でも結構ね、レースなんかでも活躍した車ですよね。なので、結構ボルボのミニカーとかは850がミニカー化されてることが多いですよね。はい。まあ私がね、ちなみに乗ってたものはボルボ940ね。まあ944の方なんですけど、セダン型のね、ボルボを乗ってまして、まあ FR ボルボを乗ってました。この850の一つ前の形になりますかね。はい。で、実はボルボって私2台乗ったことがあって、このボルボ850の、まあ後から出された、V70 ってやつね。まあ私はセダンが好きなので S70 っていうのを乗ってたんですけども、まあ同じようなね、似たような感じで、まあこの今映ってるボルボ850ね、これめちゃくちゃね、FR ボルボの形をね、継承した、まあ最後のボルボだなって思うんですね。カクカクボルボの、私が所有してた、S70 の方はちょっとね、アメ車チックになって、随分とね、形が変わってきた年代な、ちょうど節目の形だなと思いますね。この850も、私が乗ってた S70 もね。はい、まあごめんなさい、話がなりましたね。まあ多分ね、ゲットできないと思うので、今のうちにね、ちょっとね、この辺のボルボに触れていきたいと思いますね。はい、そしてその下になりますけど、トラックスターズからフォワードフォースね、こちらが確か新規金型になるかなと思います。はい、なかなかね、チェッカーフラッグのね、カラーリングなんかされてて、多分これスケルトンなのかな、可愛い1台ですよね。はい、そしてバハブレイザーズの、70年フォードエスコートですね。 RS1600、 このカラーリングエスコートかっこよくないですか。結構かっこいいですよね。なのでね、まあこれはもしかしたら買えるかもしれない。なんかあんまりね、結構サイドラインなんかでも不人気者ので、いつもね、売り場で残ってるものかなと思うので買えるかもしれませんけどね。はい、カラーリングがね、とてもかっこいいので、ちょっと買ってみたいなと思いますね。で、この、70年フォードエスコートのものが、ホットウィール IDがね、チェースとして、アソートにね、混入されてる可能性があるので、まあ、その辺はね、注意してね、買ってみてはいかがでしょうか。まあ、多分パッケージに ID って書いてあるのかな？ID の場合は。まあ、私ね、ちょっとね、まだ見ぬ、ミニカーなのでね、ちょっとごめんなさい。よく詳しくはわからないんですけども、まあ、ホットウィール ID がね、チェースとして今月のアソートにもね、混入されるということでございますね。はい。そしてこちら、こちらね、おじさんの乗ったものですね。トゥーントヘッドスクーターね、スターターか、ごめんなさい。今回のカラーリングが結構かっこいいので、私ちょっと欲しいなと思ってます。はい。そして、X レイザーズから、ポイズンアロー、ポイズンアロー、もうポイズンって言ってるぐらいですからね、絶対毒持ってるんでしょうね。なんでしょうね、まあ飛行機なんでしょうけどね、プロペラもついてるし、ちょっとプロペラのついてるけど、ジェットエンジン、
ね、飛びそうなね、形になってますね。面白いですね。で、スケルトンになってますね。そしてこちら、HW アートカーズスーパーバンですね。こちら、架空車でよくね、なんだろう、コラボのね、ビートルズとこのコラボのホットウィールとか、そういうものにね、ちょっとよくね、ペインティングされたものあるかなと思うんですけどね。これもちょっとね、かっこいいので欲しいんですね。形はね、なんかもうアメリカのね、シェビーバンみたいな感じなので、かっこいいと思います。ただ、カラーリングが結構これ人気のないカラーリングですよね、この。これはキングって言うんですかね。クイーンじゃないですよね。キングの、トランプのキングのね、絵が描いてあるものになります。はい。そしてこちらがですね、ホットウィールスピードグラフィックス67ね、ジープスターコマンダーですね。あ、コマンドですね。ごめんなさい。こちらの、ものが、スーパートレジャーハントとして別カラーでね、ピカピカなものがね、あるみたいですね。これはね、後ろにバイク乗ってとても可愛いですよね。これがスーパートレジャーハントの、まあ、通常版がこちらになるかと思います。はい。そしてこれ、あ、ロッドスカット8クレイストですね。これはちょっとね、シェビーベルエアとかね、まあ、シェビーバンに似たようなね、お形の車になっていて、結構ね、かっこいいんですよね。うん、これ欲しいですね。架空車になりますね。これ一瞬ね、実写のように見えますけども、架空車になりますね。バットマンカーなんかと並べたらめちゃめちゃ似合いそうな感じの、ちょっとね、なんだろう、レトロエンターテイメント的な感じしません？はい、そしてもう一個下にすると、あ、アルピヌ A110、これ先々月ぐらいに新規金型で発表されたものになると思うんですが、まだ私で買えてないので欲しいんですけど、まあ無理だとは思うんですけどね。とてもね、今回のスポーティーなカラーリングめちゃくちゃかっこいいですよね。これブルーにオレンジのなんかスポーティーなね、カラーリングになってとても楽しみです。うわー、イカチー。何これ ?X レイサーズ、クローク&ダガー。なんかこのお形いっぱい見たことあったと思ったんですけど、この脇のところにね、まあシャークマウスじゃないですけど、恐竜の口みたいなのがね、描かれていて、ちょっとかっこいいですよ。まあ、初めて私、このお車ね、もう何回も見かけてますけど、こういう口の模様とかなかったですよ。だから今回ちょっとね、これ欲しいなと思ってます。恐竜みたいな感じで。いいでしょ、これ。先ほどもお伝えしたようにバットバンカーっぽい部分もありますしね。はい、次、ホットウィールスピードグラフィックス2018年フォードマスタング GT ですね。2018年の結構高年式のマスタングになって、あ、これはあれですね、結構なんて言うんだろう、メーカーロゴがでかく入ってるタイプのあれかな、かっこいいですよね。はい、そしてロッドスカット元ウィング、これは確かギミックがあったんでしたかね。あ、なかったか。これちょっとバイク形状の四輪マシンって感じなんですよね。バイクのハンドルみたいな感じでなってるかと思います。はい、じゃあちょっとね、上の段に移動しまして、はい、2列目見ていきますね。エクスペリモーターススピードドライバーですね。こちらも新規金型ですね。以前からね、この後ろのところに、スパーダがね、ついてるものはあったと思うんですけども、若干ね、お形が変更になって、この前のところにね、これ六角レンチみたいなのがついたものになるので、まあちょっとね、モデルチェンジっていう感じですかね、前にあったもののね。はい、あ、ここに書いてありましたね。ホットウィール ID ってここにあったんだ。ごめんなさい。先ほどこれ、お伝えしましたけど、これが、通常版で、こちらがホットウィール ID なんですね。これが混入してるようです。70年フォードエスコート RS1600 です。うわー、欲しい。カラーリングは一緒ですね。デザインがね。お色が違うだけで、デザインは一緒になってますね。あ、ナンバリングなんかも違うんだ。通常のナンバリングは7番なんですけど、なんかここ、これ50、ん ?ID って書いてあるのかな、もしかしたら。違うか。54番とかになってるんですね。だいたいカラーリング一緒ですね。聞いた。これ何これ、トゥーンド64年シェビーインパラ。これね、まあデフォルメミニカーですよね。ちょっとね、なんていうんだろう、コミカルになってるインパラですね。でも64年ね、これね、できれば普通の64インパラ出してほしかった。64インパラめっちゃかっこいいですね。64インパラだけはね、もう何個あってもいい感じですからね。確かね、64インパラはローソン限定のクローム、何でしたっけ、50周年記念のカラーリングと、その後に発売されたね、アートカーズの白と黒のね、ちょっとね、なんか派手な模様のアートカーズなので、ちょっとね、好みが分かれると思うんですけど、それのもの以来ね、ちょっと64インパラ出てなくて、ちょっとまともなもの出してほしいんですよね。まともなベーシックが、まあ、今回はね、このデフォルメミニカーで、まあこれもね、結構コミカルな、スタイリングのミニカーにしてはとてもかっこいいと思います。はい、なんで、まあ欲しいですね。はい。そして、こちら、ホットウィールドリームガレージ、ツインミルね、JE ですね。はい。まあ、なかなかかっこいいですよね。はい。そして、こちら、あ、これ来ましたか。アートカーズ、クルーズ、ブルーザー。まあ、アートカーズ嫌いじゃないんですけど、今回の結構、アートカーズにしてはね、私、あんまりアートカーズ好きじゃないんですけど、これちょっと欲しいなと思います。タイヤのお色がね、ブルーとね、ブラックで、可愛いですし、なんかね、この形はね、とてもかっこいいのでね、欲しいですね。
はい、次、あ、これちょっと目玉ですかね、今月のね、 HW スピードグラフィックス2008年ランサーエボリューションですね。はい、欲しいな、アドバンカラーですよこれ、めっちゃ欲しいですね、いいな欲しいけど買えないんだろうな。はい、次、ポルシェ96年ポルシェカルラですね。はい、これブラックの、私が持ってるのはホワイトに、内装の色がね、サンドベージュとかね、ちょっとね薄いブラウンな感じでとてもいいものを持ってるんですけども、ブラックもかっこいいですね。なかなかポルシェのブラックってイメージつかなかったですけど、めちゃくちゃかっこいいですねこれね。はい、次、HW スピードグラフィックス19年フォードレンジャーラプターですね。ラプターこれかっこいいですね、今回のカラーリングめちゃくちゃかっこよくないですか。もうラプター追っかけてる方はね、もう今回のちょっといいですね、追っかけてなくても、私もあんまラプターはね追っかけてないんですけど、今回のちょっとカラーリング結構好きですね。このね、ちょっとガチャガチャした模様のところはどういう感じなのか気になるみたいなねはい、次、あ、リップロットですね。こちらも、まあ、ホットロットのね、形をモチーフにしたものになってると思います。はい、そしてこちらがファクトリーフレッシュアストンマーチンだ。あ、これアストンマーチンか、マーティングバルカンですね。はい、この前発売されたお色はあのグリーンのね、ちょっと抹茶色っぽい感じだったので、今回の、ね、白と赤でちょっとね、ジャパンの思い出す国旗をね思わせるようなに、お形お、あ、カラーになってますね。はい、次、 HW スピードグラフィックスマツダレップですね。マツダレップファンの方大変お待たせしました。今回のこの柄は、これは何の柄かな、これアウトローの柄じゃない、これ違うかな。で、上の方になんか模様があるような、何なんだろうこのカラーはね。もうちょっとこう、まあかっこいいけどね、欲しいですね。はい、次、戦車来たー。これいいですね。以前発売されたものはちょっとブルーとかポップなものだったんですけど、今回はね、ちょっと戦車チックにね、本当に戦車っぽいお色になっていて、とてもね、なんか今回はちょっと気合を感じるんですけど、私だけかな。なんか今まで結構ポップだったんですよ、これ。でも今回の欲しいなー。これいいんですよー。かっこいいよねー。これ欲しい。カラーリングがめちゃくちゃ今までの中で一番好きかも。はい、じゃあね、次の上の段行って見ていきましょう。はい、あ、来たー、トゥーンの漫画チューナー、これ欲しいよね、みんなね、絶対欲しいこれも今月発売の新規金型になるかと思われますね。はい、絶対欲しいなー。まあ漫画といえばね、なんだっけ、トラック漫画ね、が有名かなと思います。はい、じゃあ次、バハブレイザーズクライスラーパシフィカ、ここにパシフィカ来ましたか。なんかね、ちょっとね、架空車っぽいね、感じなんですけども、ちゃんとしたね、これ実車なんですよ。なんかちょっとね、デリカっぽい感じもしますよね。まあ、これも欲しいですね。あ、そしてちょっと今月期待なんじゃないですか。これ HW スクリーンタイムね。スクリーンタイムなので、なんかね、ちょっと映画関係のものかなと思うんですけども、65年フォードマスタングコンバーチブル。なんでね、これね、ちょっとね、注目かなと思うと、結構ホットウィールってやっぱりこういうね、なんていうの、カラーリングが、派手めなのが多い中で、今回ちょっとね、レトロなね、お色のこのペパーミントグリーンの、コンバーチブルね。で、内装がホワイトというね。で、バンパーを見るとちょっとね、メッキっぽいので、まさにね、ちょっと、なんていうんだ、ベーシックな感じの、本当にね、この年代のちょっと古き良きな感じのムスタングなので、わー、めっちゃ欲しいな。ちょっとこの辺の、細かい、なんていうんだろう、タンポ印刷がね、ちょっと細かいというか、シンプルなタンポ印刷が目を引く一台かなと思います。かっこいいね、これね。マスタングがかっこいいんだよ。ただ、いっぱいいろんなもので出てるので、ね、なかなか、目立たないですけど、とてもかっこいい車ですよね。はい、次、HW、これ、ごめんなさい。スピードブラ。スピードブラ、これは新規金型ではないですね。ロボレース、ロボカーですね。はい、そして次、HW アートカーズ、ロジャーダッチャーで、今回のカラーリングはめちゃくちゃかっこよくないですか、これ。ロックテイストっぽい感じでね。これはちょっと欲しいですね。ただ、ロジャーダッチャーね、これも、まあ、一応架空車ですね。まあ、ダッチチャージャーとかがね、モチーフになってると言われてますけどね。うわー、そしてこれかっこいいの来ましたね。HW スピードグラフィックスの68年ダッチだとね、めっちゃかっこいいカラーリング。まあ私グリーンが好きっていうのもあるので、すげえ、すごいね、目を奪われてます、今。モーパーかな、これ。モーパーのメーカー、カラーリングになってますかね。はい、かっこいいねー。そして来た。絶対欲しい、ロッドスカート68年シェビーノーバー、このフォシャークマウス来た。めっちゃ欲しい。でも買えないのかな。これはデフォルメじゃないですよね、多分ね。シェビーノーバー。デフォルメのミニカーではないと。うわ、かっこいい。68年のシェビーノーバーだ。いや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 、これシャークマウスの毎月出してほしいですよね、実写でね。はい。うわ、欲しい。これはちょっとね、私、プレネでも欲しいぐらいなので、転売される方で、どうかね、安く譲ってください。はい、
次、HW レースでストリートステルスですね。これバイクですね。はい。これ自立して走るのかな。だからね、こういうなんかホットウィールでね、ぜひやってもらえて、あのフィギュア付きね。フィギュア付きというか、もうフィギュア造形 しちゃってほしいんですよね。なかなかないよね。まあでもあれかな、このトミカで発売される刀なんかフィギュアが付いててとてもいいですよね。ああ、ね、楽しみじゃー。トミカのね、刀でしたよね、確かね。来月？再来月かな？ごめんなさい、その辺ちょっとね、後でね、リサーチしてみます。はい。次、X レイサーズビートールね。今回のはちょっと、いいカラーリングしてますね。ポップですね。はい。そして、ファクトリーフレッシュ。あ、今回実写盛りだくさんですね。16年ブガッティシロンですね。ブラックでとてもかっこいいと思います。欲しいなー。あ、久しぶりに来ましたね、これね。ロッドスカット、49年フォルクスワーゲン、ビートル、ピックアップ。うわ、ムーンアイズカラーですよ。これ来たーって感じですよね、ムーンアイズカラーね。欲しい。はい、そしてトラックスターズ、ナーブハマーですね。これもなかなかね、あのグリーンでね、かっこいいですよね。形かっこいいな。架空車ね、最近結構かっこいいなと思ってるんですね。はい、ベーシック化を見てきました。ベーシックはね、3月の7日に発売されると思います。今月のね、新機関型、ボルボのね、850とスピードね、ドライバーね、そして漫画チューナーと、フォワードホースってやつ、どれだったっけ、フォワードホースって、新機関型の。紹介しなかったよね。フォワードホースは、架空車なんですけど、あれ？どっか行っちゃったね。まあ、多分見てると思うので。適当すぎないか。ごめんなさい。いつもね、ホットウィールのファンクラブの、この、画像を撮ってるとき、山田ね、ベッドにね、横になりながら、ぼーっとしながらね、あ、これだ。あ、紹介しましたね。ごめんなさい。これでした。これ新規金型ね。あと、このボロ850と、漫画チューナーが新規金型ね。これね、新規金型。これ欲しいね。で、スピードドライバーね。ドライバーのね、これ。なんだっけ。レンチとね、なんだっけ、スパナがね、一体化したものになっております。はい。そしてね、サイドライン見ていきましょう。サイドライン結構盛りだくさんでね。そういえばまだ2月の、これかなに、発売されるっていう、なってたもの。これね、これトイザラス確か限定でしたよね。2月、2020年2月29日土曜日発売になってます。これからね。全車初心者。ただね、私ね、この日ね、ちょっとね、もしかしたらトイザラス行けない可能性があるので、まあ、買えないものもちょっと出てきてしまうのかなと思うんですけども、欲しい、全部欲しいね。やっぱ蓋を開けてみたら全部欲しいわ。でももしかしたら買える。で、この日にチームトランスポートも発売になるのかな？これ。これね。まあ、まだね、中旬で発売されなかったので、まあ2月の29日、これも発売になるのかなと思います。まあ中止になってなければね、変更がなければなんですけども、どうなんでしょうね。はい。そして、ごめんなさい。話がそれましたね。3月の見ていきますと、まず、めっちゃくちゃ楽しみなこのジャパンヒストリックス3を見ちゃいましょうね。これはね、もう私ね、この日ね、行けないかったら嫌だったので、もう予約注文 しちゃいました。はい。ヨドバシカメラでね、ヨドバシカメラって1台ずつ注文できるので、とてもいいですね。まあ ただね、もちろんお一人様1個なので、まあ、複数買いはできないのでね。複数欲しい方は他のところで買ってもいいかなと思うんですね。はい。うわー、ダットさん、サニートラック、しかも山田モータースカラーじゃないんですか。これ山田モータースって脇に貼るんじゃ。もうね、発売前からも決めちゃってます。はい。そしてその下見ますと、これもまたね、ホンダシティターボ2。ただこれトミカでね、私同じカラーリングで持ってるのかもしれませんので、ちょっと並べたいと思いますね。初めてのシティターボ2のサイドラインで、このホイールがね、ちょっと今までね、ずーっと気に食わなかったものだったんですけど、残念ながらね、あまりは今回も、ホイールが、みたいな。ホイールがちょっと、まあ似合ってると思うんですけども、できればね、こういうサリトラに履いてるような、このちょっと丸みのある、ジャパヒス特有の4本スポークのあるじゃないですか。今回ないんですね。ローレルなんかに履かれてるもので履いてたらね、めっちゃ良かったと思うんですけど、どうでしょうね。このホイールはね、まあ、悪くはないんですけどね。ごめんなさい。文句言っちゃいましたね。はい。でも、すごく欲しい。楽しみですね。うわー、細部塗装してあるよ。ヘッドライトとか。いやー、楽しみだね。ちょっと胸が湧く。これ、いつ下旬だっけ？そう、中旬か。あ、14日とかそのあたりでした。ごめんなさい。最近ね、発売日は明言しませんので、間違ったら大変ですのでね、お調べになってみてね。まあ、確か探すの14日だったかな。7日がね、ベーシックで14日だったと思います。はい。68年マツダコスモスポーツ。これホワイトのね、とてもシンプルなもので、これ見て、ホイール。っていうかタイヤめっちゃ太くてかっこよさそうじゃない？
この辺のホットウィールのセンスが私大好きなんですよ。タイヤにね、こだわりがあるんですよね。かっこいい。わあ、そしてこれ日産シルビア持ってねえんじゃ。このシルビアは持ってねえんじゃ。確か持ってたかな。あ、持ってた持ってた。ごめんなさい。ただね、このちょっとね、シンプルなお色のは持ってなかったので、モナリザカラーのですよね。この前出たのは、YSP のね、モナリザカラーのものがあったんですけど、今回これね、ちょっと楽しみ。ジャパンヒストリックスはね、細部塗装がね、とてもいつもね、出来具合素晴らしいので、ちょっとマジめっちゃ楽しみっすよ。そしてこれが、日産スカイライン RS。めっちゃかっこいい。しかもこれね、みんな大好き、赤とブラックの色になってますよ。あー楽しみだね。もう今からもうテンション上がってきちゃった。やばだ。そう言ってたら。あと2週間とちょっとだね。やっと来たね。はい。そしてモンスタートラックスを見ましょう。はい。わー、すごい。大きいね。今回のも、架空車オンパレードですね。はい。実車どうでしょう。ポッティセントラル。うわー、すげー。欲しい。何個か欲しい。そしてメガレックス。これなんか怪獣のね、モチーフにしてるレックスっていうぐらいですからね。はい。やって、マーベルスパイダーマン。マーベルスパイダーマンちょっと欲しいかも。ちょっと欲しい。キャラクター書いてあるかな。なんか赤とブルーでね、スパイダーマンカラーっぽいですけどね。そして、ファイブアラームに、ステアクリアーに、なんかちょっとこれ、鬼だね、鬼。鬼の角みたいなの入ってますね。で、スケルトンクルーに、実写あった。ジープラングラー。あ、欲しい。これだけ欲しい。ジープラングラーアンリミテッド。多分これだけ実写ですね。すげえ。まあでも結構ね、グリーンライトのモンスタートラックの方がかっこいいんだよな。リアリティがあって。グリーンライトのモンスタートラックがなんでおすすめかっていうと、下回りのね、造形なんかもすごくしてあって、あとエンジンなんかもね、こういう、こういうお車だと下が足回りなく覗けるじゃないですか。その覗いたところから、エンジンルームもね、エンジンが見えるというね、グリーンライトのはおすすめです。はい。そして、ストリートファイターね。これはどうなんでしょうね。ストリートファン、ストリートファイターファンの方にはね、とてもたまらないんでしょうけど、あ、結構、竜のお車も、あ、これかっこいいっすね。なんか帯をね、モチーフにしてるような赤い帯みたいなものがありますよね。はい。そして、M バイソン。これかっこいいですね、ちょっと。はい。そして、春霊でしたっけ？春霊っていうのかな？なんかミニカーのね、春天さんって方いらっしゃいますけど、ね、春霊。そこから撮ったのかな、春天さん。まさか違うか。なんか最近ね、ちょっと方向転換されたのかね。ちょっと笑っちゃったんですけど、なんか春天さんがね、なんだろう。ちょっと覚え出すだけで笑っちゃったんですけど、なんか、なんだろう、ポケモン的なね、モンスターとか、なんかちょっと動物的なものを作ってまして、とてもね、そのね、センスがね、もう素晴らしくて、何かっこいいとか可愛いとかそういうセンスじゃなくて、面白いセンスなんですよ。なので、もう私大好きで、まあ、その中でもね、キャンっていうキャラクターが好きです。はい、すいません。はい、そしてベガね。はい、ベガの、お車にブランカ。ブランカのイメージ通りで、ブランカのちょっとかっこいいですね。これビートルね、バハバグを思い出させるような。はい、次、結構ね、盛りだくさんですね、今月。マリオカートまた出るんですか？新しく出るのかな？あれ、かわいいのあるじゃん。これ、山田モータースカラーの。ドンキーコングスポーツクーペ買います。これはもう買います、私。絶対買います。これ山田スモータースからですしね。これぐらいじゃない？今パッと見た感じ新規かなかったわ。ワリオもあったもんね。ルイージもあったし。あ、多分このドンキーコングスポーツクーペだけ、新規かなかったなんでしょうかね。これ絶対買いますからね、私ね。2020年3月下旬か。待てないよ、下旬まで。かわいい。絶対欲しい。そして、レトロエンターテイメント。今月もあるんですね。レトロエンターテイメントは先月ね。まあ、今月になりますかね。10個ですよ、トイザラス入荷。10個ってどういうこと？2個ずつしか入ってない。まあ、でもね、私の欲しかった、なんだっけ。そうそう、ロータスエスプリと、あとね、なんて言ってもね、もうあれって何日後？ 3 日後か4日後ぐらいに手にしたね。で、なんだったっけ。あれ？ど忘れしちゃった。あれ？あれ？先月？先々月だったら書いてないよ。レトロエンターテインメント。あ、先々月か。ごめんなさい。1月だったんだ。そんなもん、時経ったんだ。あ、ゴーストライダーダッチチャージャーじゃん。
これね、買えて嬉しかったんですけど、このね、5種類の11個しかトイザらスで入荷しないってどういうこと？まあ、今回も少ないのかな？そしたら。でね、これが買えなかったんですよ。うん。で、私のね、まあ、もちろん、YouTube のね、方にもコメントいただいてますし、Twitter の方でね、めちゃくちゃね、コメントしてくれてますね、方で、これのね、サイン入りのをゲットしたっていうね、情報をいただきまして、うわとても羨ましいなっていうのを思い出、もう1月でしたか、あれ。あ、そうですか、時が早いな、経つのは、早いにゃー。ポメラニアン山田のにゃーって言っちゃった、みたいなね。はい、はい、よろしく、メカドックワンワン。はい、テレビシリーズ、バットモービル、まあ、今更買わないかな。このカラーリングもね、確か持ってますし、もうちょっと違うお色でね、できるならね、出してほしかったですね。そしてその下見ると、デッドプール、チビちゃんがトラック。あ、これあれじゃないんですね。なんだっけ。出てこない名前だな。こういう架空車ありますよね、他にもね。これでもそうだよね、多分ね。多分その架空車の映画のものになってるのかな、そういう。まあそういうものね。はい。そして、出ましたよ、ゴーストバスターズ。これも欲しいな。まあでも10個なのかな、やっぱ今回も。ってなると、やっぱりこれ多分ね、人気でしょうから、買えないと思いますね。結構これね、キャデラックのワゴンですよね。はい。まあ、キャデラックのこの年代のワゴンってないので、ないのかなと思うんですけど、ゴーストバスターズ仕様に改造されたものなんですかね、ワゴンにね。どうなんでしょう、わかんないです。ごめんなさい。ちょっとメーカーがね、私が持ってるものとちょっと違うような感じがするので、並べたいのでね、ぜひとも欲しいですね。なんとか10個はやめて、入荷。3月下旬10個はやめて、そしてランボルギーニ、アベンタドール、クーペ。アベンタドールは、まあ多分ね、これ、今までに出てる金型のものなので、まあ特にね、まあ、めっちゃ欲しいってほどでもないですけど、ただね、ホットウィールのサイドラインの、この、リアルライダーのものはね、持ってないですね。なので、まあ欲しいといえば欲しいので、まあ現物見ても残ってたら買おうかな。はい。そしてバックトゥーザー、フューチャーね。バックトゥーザ、フューチャー、タイムマシンですね。はい。こちらは結構ね、今回、ホイールなんかめちゃくちゃかっこいいですし、お色なんかもかっこいいな、なんていうの、綺麗な感じなので、とても欲しいんですけど、どうだろうね。実物見て決めようかな。まあデロリアン結構もう持ってるのでね。はい。そして、フライングカスタム。これはどういうあれかな、飛行機、あ、ごめんなさい、失礼しました。ほう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 。ああ、こんなの出るんですね。全然知らなかった。あ、めっちゃかっこいいのいっぱいあるじゃないですか、これ。71年、ダートさん510をはじめ、カスタム69年、フォルクスワーゲンスクエアは、これも欲しいですね。ブラック&イエローで。まあ、ちょっとでも、ちょっとカラーリングのデザインがあんまりかっこよくないね。いつもこの、まあ、これタイプ3だと思うんですけど、ホテルのなかなかかっこいいカラーリング出してくんないですね。好きな写真の山田ね、これね、免許をね、取って初めて乗った車がこちらのお車になりますよ。カスタムじゃないですけど、まあカスタムしてましたけど、フォルクスワーゲンのタイプ3ね、の形かなと思います。はい。そしてカスタム72年シェビーラブね、LUV ラブね。はい。これもかっこいいですよね。カラーリングジョニーライトニングみたいなね、稲妻のようになってますね。はい。あー、ダットさん出るんだ。これ人気でしょうね。またオレンジですね。だから、今月発売のベーシックカーのフォードエスコットと並べたら、ちょっと同じようなカラーリングで可愛いかもしれないですね。そして68年、ノバもこれも出るんですね。これも、あれですよね、シャークマウスのものと、まあ、形一緒ですね、多分ね。なので、並べたいですね。はい。そして、うわ、出た！絶対買いですよ、これ皆さん。57年、ティーバード。まあ、ティーバード、これサンダーバードですよ。まあ、いわゆるベビーサンダーってやつですよ、これ。めっちゃかっけえ。しかもピンクか。なんか確かごめんなさい、うろ覚えで大変申し訳ないんですけども、アメリカングラフィティで出てくるガールの方ね、女の子たちのね、マイカーがこのティーバードだったような気がするんだよ。なのでね、今回ピンクなので、とてもそういう、ごめんね、ごめんなさいね、本当に記憶がすごいね、もう、相当昔に見た映画なので、あれなんですけど、なんかそんな感じだったような、みたいなね。なので、32年フォードのホットロッドあるじゃないですか。あるとね、並べたいんじゃ。で、今回のこのサイドラインは、ちょっとパッと映像、画像を見ますと、タイヤがね、リアルライダーではないと思われますので、あれこれなんか見た感じ全部同じようなホイール入ってるね。多分これ廉価版の方なので、まあ450円ぐらい、まあ500円弱ぐらいで購入できるので、全車種欲しいですよね。うわ、全車種欲しいな。これ外れないんじゃない？これ。で、ティーバード、サンダーバードがあって、日産スカイライン、これも絶対、まあ、やっと、これはね、ベーシックカーで出ると買えないので、なんかサイドラインでこういう買えなそうなのが出ると嬉しいですね。まあ、これもそうですし、これもね、多分買えるでしょう、サイドラインなら。
どうだろう、まあ入荷数によるんですけどね、大体まあサイドラインのこの辺のはね変えてるので、まあ変えるかなと思うんですけどね。でオーダー車数ちょっとごめんなさい、これね馴染みがないお車でどういった車種なのかわからないんですけど、まあなんでしょうね、ミニバンっぽい感じもしますしね、ミニバンっていうかなんだろう、ワゴン車っぽい感じもしますしね、現代のマツダっぽいなんかデザインですね。はい、そして13年コポカモのかっけかっけんじゃー、これ13年コポカマロ、まあ、コポカマロっていうのはドラッグレースね、シボレーが、ちゃんとね正規で販売しているドラッグレースカーになります。これだから多分市販車なのでコード走れるのかな。はい、そして終わりかな。あ、ホテルかプレミアテーマ、あれテーマソートは先月こなんじゃないの、これ違うのかな。あ、そうですね、まあ29日なので3月の部分にあったっていうだけでしたね。はいはい、長々と見てまいりました。今月はベーシックカーが実車多めのねベーシックカーのラインナップになってて、で各社もね新規カー型が結構あって楽しみなものになってますし、サイドラインがね、まあなんといってもね、もう皆さん お待たせしました、ジャパンヒストリック3ね、もう発売されても楽しみでしょね。そしてまあストリートファイター、まあ、好きな方はあれでしょうね。でモンスタートラックもね実車が、ね、1台だけあって、ジープラングランだったかな、あれも欲しいでしょ。でマリオカートもこのねこれこれ新規金型で販売されるんですね。やったーかわいい、お車もめっちゃかわいいね。はい、そして、フライングカスタムのね日本車盛りだくさんのサイドラインになりますね。はい、最後までね、見ていっていただきましてありがとうございました。オープニングだけね、ヨークシャーテリアかなこさんねに登場してもらいましたけども、もう帰っちゃいましたのでね、マーキングに忙しいみたいなのでね。はい、じゃあね、ポメラニアン山田もこれからマーキングにお散歩に出かけたいと思います。それでは次回の動画まで、バイバイキーン。